王森人陽明学は、中国の秋世に、王陽明が起こした儒教の一派で、孟子の性善説の経符に連なる。陽明学という呼び名は日本で、明治以降広まったもので、それ以前は、王学と言っていた。また関東の訓子学や真の交渉学との違いを、鮮明にするときは、総明理学と呼び、同じ理学でも、朱子学と区別する際には神学あるいは、民学。 陸王学とも言う。西洋では、朱子学とともに真珠学に分類される。形外化した朱子学の批判から出発し、時代に適応した、実践倫理を説いた。心即離、治行合一、松室義友の説を主要な思想とする。総代の学者に従って、儒学の歴史を振り返ると、隋唐以前は、軽書の恩訓や訓講を重視した。 訓古学が中心であった。これに対して、宋代の学者は、訓古学者は六教に込められた、孔子ら成人の本旨を正しく理解できておらず、改めて成人の本旨を理解する試みが必要で、あるとの認識に達した。その際、随当以前の訓古的研究を行いつつも、より率直に成人と解釈者との一体性を強調し、 解釈者の心と成人の心とが不変であるという前提を構築することになった。その結果、壮大以後の儒学は、孔子の思想的側面を明らかにすることにも力を費やすことになり、結果として自辺性のあるものとなった。その代表が、朱子学と陽明学であった。朱子学が最も重視したのは、古い歴史を持ち、 勝手な解釈の入る余地の少ない形書そのものではなく、四書と呼ばれる四つの書き物であった。四書とは、形書の中の、来期から、分割編纂した、大学と、中央、そして準形書扱いされていた、論語と、準子と並称されていた、申しという四つの書き物である。これらの書物は、 比較的短文で、また勝手な解釈を混入させるに適当な内容の書き物であったため、利用されるに至ったと考えられている。特に、朱子学が従来の儒学議論の中から、孟子の性善説を取り出し、極端に損数したことから、性善の内容をめぐって議論を呼ぶことになった。そのため、諸種の学派間の構想は、直接には、 性善説の解釈をめぐって行われる場合も多々、見られることになった。随等を受け、北総を経過した儒学は、南曹中頃以後に徐々に同学と呼ばれる、思想集団が頭をもたげ、南曹中頃に、手記が同学を集大成して、ついに、江南思想会を席巻するに及んだ。あと、元朝によって、南曹が滅ぼされた結果、 南北中国の交流が始まり、朱子学はようやく下北にも、地方気づくに至った。この朱子学の解釈は、正統的には、四書と旧来の継書に対する注釈という形で伝わったものであった。そしてこの注釈書は、元朝、以来、徐々に科挙に登用され、明朝初期に及び、過去の使用注釈書はべて朱子学系統のものとなった。この結果、 趣子学は念願の王朝権力との一体化を果たし、思想界に重大な影響を与えることになったのである。このように明朝において確立した趣子学の権威は、明朝統治下のほぼ全域にわたり巨大な力を持つに至ったのだが、明朝政権下の中でも、最も商業の発達していた江南地方には、明初期以来、趣子学と微妙な距離を置く人々がいた。 例えば、武州府、高人県の呉れあたいや公州府深海県の鎮魂賞は、種子学派に属するものの、その成人となるための収容法は、読書よりも実践、星座を重視するなど、後世から見ると、若干朱子学とは異なる側面も見られなくは、なかったのである。このことは特に、鎮魂賞の弟子、深洲は神図と、大森人とに交流があること。 また、大森人と鎮魂章との学問的関係も、絶務とされないことなどが注目され、明初期の江南地方の受学者と、明中期以後の陽明学者との関係を意味づけるものと、考えられる場合もある。しかし、総じて明初期の思想会は、朱子学的側面が強く、くれあたい筆や鎮魂章にせよ、本人としては、朱子学の実践を行っているつもりであったのである。 なお以上の解釈には一定の歴史的根拠が与えられるが、これらの説明は、日本の近代中国思想研究における影響下にあることを前もって知る必要がある。近代以後、日本の中国思想研究は、西洋哲学を模倣する必要に迫られた結果、朱子学の自弁的側面を強調し、これをもって哲学と比較可能であるとみなすようになった。 この結果、種子学と、その派生形態である、陽明学の中にある、自弁的側面に集中的に研究が加えられ、あるいはその自弁的側面こそが、種子学内し陽明学の特徴であると考えられるに、至った。それゆえに、一般的に、種子学及び陽明学として説明される試みの、多くは、この自弁的側面のみに注目したものとなっている。また、 朱子学、特に陽明学は、敗戦後の日本における、近代史、反権力、人間解放などの概念と容易に結びつき、朱子学及び陽明学の中、比較的それらの概念に近似する部分を抜き取り、そこに思想的価値を与えるという試みが、盛んに行われた。以後に説明される、陽明学の特徴も、 そのような意味付けを与えられた結果であり、それが、趣子学及び陽明学の歴史的、全面的な結果であると言い得るか否かは大いに疑問とする立場も一部にはある。趣子の死んだのは1200年であるが、その頃の趣子学は、停止系統の学問や道学と呼ばれ、必ずしも、支配的な学問としての地位を獲得してはいなかった。趣子の晩年に、 偽学の金が起こって、同学を偽学門と呼び、同学の学獣が、寛解から一掃されようとしたこともあり、当時の最小長女具以下の名士59人が、偽党とされた。しかし、現代になると、南方ではすでに学会の主流となり、さらにも渡と、留院の二人によって北方にも伝来していった。以下、虚構と、留院との有名な問答のみを紹介する。留院は、 生涯、異民族たる元の朝廷に使えなかった人であり、虚構は、使えて大臣にまでなった人である。虚構が、朝廷の証明を受けて、北京に赴く途中、留院を訪ねた。劉元曰く、公がただ一度の招きによって起こったのは、あまりにお手軽すぎはしないか、と。虚構答え曰く、核のことからざれば、道、行われず、と。ついで、 竜元にも証明が下ったが、竜院は固辞して受けなかった。ある人がその理由を聞くと、核のごとからずあれば、道、尊からずと答えたという。ともかく、遠遊元年に元朝が長年耐えていた家去再開した時には、家去の学科として、趣旨学で特に重んじる四書を立て、かつての中は、趣旨のいわゆる、四書失中を用いることにし、 その他の五教についても従来の指定学説であった古い関東の注釈の代わりに種子もしくはその弟子の作った新しい中が指定されることになったりつまり種子学はこの頃にはすでに科挙試験がその科目として採用せざるを得なくなるほどまでに普及していたということでありまた逆に科挙の科目となることによって種子学は圧倒的な権威を振るうことになるのである 趣子学は体制側の思想となったが、それゆえに体制用語としての作用が肥大化し、かつての道徳主義の側面が失われていった。その道徳倫理を再生させようとしたのが王陽明である。趣子学では理はあらゆるものにあるとし、そうした理について読書など学問することにより理解を深めた後に精へと至ることができるとした。 いわば心の外にある理によって、心の内なる理を補完せんとしたのである。当初は、王陽明も、朱子学の徒であったが、一期一層の理に迫らんとして挫折し、ついに、朱子学から離れることになる。その際、王陽明は、朱子学の根本原理となっている、格物父解釈に、以下のような疑義を提した。まず天下の自治物物の理に隠るというが、 どうすれば可能なのかという方法論への疑義。そして、種子は、外の理によって内なる理を補完するというが、内なる理は完全であってそもそも外の理を必要としないのではないか、という根本原理への疑義である。こうした疑義から出発し試作する中で、陸昌山の学へと立ち返り、それを聖地に発展させたのが陽明学である。ただ陽明学は、 宋代の陸商山の学を継承したものではあるが、その継承は直接的なものではない。なお陽明学の登場は朱子学の時ほど劇的ではなかった。朱子学は政治学、存在論、注釈学、倫理学、方法論などをすべて包括する総合的な哲学体系であって、朱子の偉大さはその体系内において、 極めて整合性の取れた論理を展開した点にある。しかし、陽明学はそのうちの倫理学及び方法論的側面の核心であったに過ぎない。無論儒教において、倫理学的側面は最も重要だったと言えるが、大転換が起こったわけではなく、その点は注意を要する。大陽明の思想は、伝習録、出資版年定論、大学問に伺うことができる。 そしてその学問思想の特徴は、以下の言葉に凝縮されている。1. 心即理陽明学の倫理学的側面を表す言葉。心即理は、陸昌山が、趣旨の、性即理の反素定として唱えた概念で、王陽明はそれを継承した。趣旨学の定ぜ、性即理では、心を、性と、情に分別する。性とは、 天から付与された純粋な善性を、他方、情とは、感情として現れる心の動きを指し、情の極端なものが人欲と言われる。そして、種子は前者のみが、理に当たるとした。また、理とは人に内在することありであると同時に、外在する、自自物々の、理でもあるとされる。つまり、理の偏在性、内外貫通性が、種子学の特徴であった。 しかし応用名は、リアに我が心に外ならんやと述べるように、性、情を合わせた心そのものが、理に他ならないという立場を取る。この解釈では、心の内にある、性を完成させるために、外的な事物の理を参照する必要はないことになる。この考えは、やがて外的権威である軽書、ひいては現実政治における権威の軽視にまで至る、危険性をはらんでいた。 なお、王陽明の、心即利は、基本的に、陸昌山のそれをトレースしたものであるが、陸が心に、天理、人欲という区別を立てなかったのに対し、王陽明は、趣旨と、同様、天理を損し、人欲を去るという倫理実践原理を、持っていた点は異なる。二、松室義朝、陽明学の方法論的側面を表す言葉。松室義朝の、領地とは、 孟子の、領地領能に由来する言葉で、格物父の、千を指すが、松室義朝はそれをもとに、王陽明が晩年、独自に提唱した概念である。まず、領地とは奇戦に関かかわらず万人が、心の内に持つ、先天的な道徳地であり、また、人間の生命力の根元でもある。天理や性が、 天から付与されたものであることを想起させる言葉であるのに対し、領地は人が生来持つものというニュアンスが強い。また、陽明学において非常に動的なものとして扱われる。そして、松室義のとはこの、領地を全面的に発揮することを意味し、領地に従う限りその行動は善なるものとされる。 逆に言えばそれは、領地に基づく行動は外的な規範に束縛されず、これを、無善無悪という。大陽明は、無善無悪について、以下に掲げる、四苦境を残した。無善無悪是心の体、有善有悪是の道地善地悪是領地ため善差、悪是覚物これは、理そのものである心は善悪を超えたものだが、意には、善悪が生まれる。その善悪を知る者が、 領地に他ならず、領地によって正すこと、これが格物ということだというのが大意である。ただし、善悪を超えたと言っても、申し的規制善説から乖離したというわけではない。ここにおける、無は単なる存在としての有無ではなく、規制の善悪の観念や価値からは自由であることを指す。しかし誤解を招きかねない言葉であることは、間違いなく、この解釈をめぐり、後に、 陽明学は分派することになる契機となり、また、他派の猛烈な批判を将来することにもなる。三地行合一、領地のありさま。ここでの、知とは、端的に言えば、認識を、行とは、実践を指す。陽明学に反感を持つ趣旨学者や日本では誤解され、実践重視論として理解されたが、これは、本来の意味からずれた理解である。心の外に理を認めない。 陽明学では、継承など外的知識によって、理を悟るわけではない。むしろ認識と実践とは、不可分と考える。例えば美しい色を見るときのことを例にとると、見るというのは、地に、好むというのは、行に属する。ただ美しいと感じてその色を見るときには、すでにして好んでいるのであるから、知と、行、つまり認識と体験とは一体不可分であって、 両者が離れてあるわけではないと、王陽明は説く。また、地波行の始めにして、行は、地の生なりとする。これが、地行合一である。道徳的地である領地は、実践的性格を有し、また道徳的行いは領地に基づくものであって、もし、地と、行が分離するのであれば、それは私欲によって分断されているのだ、とする。趣旨学では、地が先にあって、 行が後になると教えるが、治行合一はこれへの反素定である。4. 万物一体の人しと領地の結合、領地のありさま。万物一体の人しとは、人も含めて万物は根元が同じであると考え、事態一体とみなす思想である。もともとは抵抗に見られる発想であるが、陽明はそれを領地と結びつけた。陽明は自らを含む万物は、 いわば一つの肉体であって、他者の苦しみは、自らの苦しみであり、それを癒そうとするのは自然で、領地のなせるものだとした。ここに、陽明学は、社会救済の根拠を見出したのである。五、こと上まれん、自己収容のあり方。趣子学においては、読書や星座を重視したが、 陽明はそうした性的な環境で収容を積んでも、一旦ことがあった場合役には立たない、日常の生活、仕事の中で領地を磨く努力をしなければならない、と説いた。これが、ことうえまである。総明理学において四書は、非常に重視された経書である。このうち、大学は、総以後著しく経書中の地位が上昇し、かつ、趣旨と、 大様名で解釈が著しく分かれた。以下、主な趣旨学との相違を記す。テクスト、大学という言葉の意味参考量の、新民八条目の、格物父、誠意の重視大様名の皇帝としては、王妃、王牛虎、女愛、王様徳、千徳広、須守駅、ら広し先、上氷らが有名である。 しかし、王陽明の死後、陽明学はいくつかの派に分裂した。王陽明の生前より、主に領地説における、無善無悪の解釈をめぐり王、劉慶ら左派と朱子学に再接近しようとする、船長さんらは対立していたが、死の没後分裂が決定的となった。陽明学左派の中心人物は、王劉慶と王新斎であって、この両者を王学の二王と称する。 王陽名は心そのものに善悪の区別はないとしたが、四苦境にあるように、異領地、ものには善悪を認めた。しかし王、劉慶らは、死の説は徹底を書くとして、異領地、ものも無善無悪としたのである。したがって、それらに基づく行動も善悪なしと主張した。これを、四無説という。 いわば善悪といった倫理を超えたものとして、領地を介したのである。この主張は、選挙さんら右派のみならず、朱子学からも倫理に背くものとされ、彼らの思想、行動は、神学の応流と呼ばれ厳しく批判された。また、彼らは、狂人は、聖人と神人へという説も唱えていた。民末は、義中圏は寒岸に組みする、安党と、 古兼主らの東林党が闘争を繰り返していた。暗党と東林党は、当時の政治や、社会の現状を認めるか否かによって分かたれた、集団であって、思想的な際によるものではない。そのため、官官政治に批判的な人々は、朱子学、陽明学を問わず、東林党に集ったが、党林党に入った、陽明学の人々は、陽明学派が中心であったため、 陽明学左派の過激な思想や行動には批判的であった。ただ人欲を人間本来の自然と見る考えを全否定することはなく、それを認めつつ、人欲を制御する役目を理に与えることにより、現実的な政策や思想を構想しようとした。それは、新代の交渉学や形成松室用の学を生み出す、端緒となる。その代表的思想家は、 好葬儀である。木は、陽明学派、劉宗州の弟子にあたり、明、恵比寿町放録や、明治学案を表している。前者は、政治、経済、軍事といった、諸方面から、国家のあり方を論じたもので、特に皇帝先生政治批判は絶望るく、新末に至り再評価された。そのため木は、中国のルソーと呼ばれる。後者は、 中国発の哲学史とも言うべき著作で、秋尾の儒学試験級において、今でも必読書となっている。高葬義は、陽明学者派のようなひたすら唯心的に事柄を、論ずる学風を好まず、事実に即した実証的な学問の確立を求めた。その学風は交渉学の一派、折等学派となって、新潮の主要な主張となっていくのである。趣旨とその弟子たちは、 いわゆる偽学の金という政治的な問題を起こしたが、社会的な問題は起こさなかった。対して、陽明学派は、主に政治問題ではなく、社会問題を引き起こした。陽明学は、陽明の死後、今日の言葉で言えば、左派と右派とに分裂し、左派は、いわゆる陽明学の応流、神学の応流と呼ばれる現象を引き起こした。すなわち、陽明学派のあるものは、 社会的通念、権威に挑戦し、規制道徳を踏みにじるに至り、積極的には、道徳的混迷、社会不安を、消極的には、社会的大敗を引き起こした、というのである。左派は、理論的、実践的にラディカリストであった。ラジカルという意味は、おおよそ次第部存在において、次第部、読書人、として、 ふさわしいあり方、伝統的に形成せられているらしさ、いわゆるのりというものと、成人を目指す、理論、実践というものとの二つの曲を考えることができるが、その場合、成人という理想に対して、あくまで忠実であろうとして、いわゆるのりを無視し、乗り越えるに至る、それを言うのである。古いのり名教は、単に習慣的なもの、外科したもの、仮、偽善。 として打ち捨てられ、攻撃せられるであろう。それに対して右派は、正統的な次第部派、名教後事派である。左派の活動が活発になるにつれて、右派は、自覚的、無自覚的に、ますます、朱子学寄りになり、例えば陽名が、打足に過ぎないとした高氏が、積極的に主張せられるようになったりした。明朝の政治や思想に、多大な影響を与えた。 陽明学であったが、その明朝と共に衰退し、新朝では交渉学に、学問の主役の座を奪われるに至るが、全くの全学とはならず、新書においては、右派が中心だったため恩恵となり、陽明学は、正学と、移動皮図と高規定が言うように必ずしも医学し、されていたわけではなかった。ただすでに陽明学単体で学ばれるというよりも、主要一致と言われ、 趣子学は保管するものとして扱われたに過ぎない。要制定以降、趣子学の正学化確率、権流家境の交渉学前世紀到来によってさらにその傾向を強め、陽明学は衰微した。再び脚光を浴びるのは、新朝の末期になってからであった。陽明学の賃貸状況は、1840年のアヘン戦争以降徐々に変化する。まず、 開国図紙を表した、議言によって、陽明学は見直され、はじめ、後位の死である、質疑は、詩を一致を再び唱えるなど陽明学は復活の、兆しを見せるようになる。後に今分、供養学ぶを掲げる後位自身も、吉田松陰の、有質文庫を含む、陽明学を研究したという。下の日本の項目で述べるように陽明学は日本に、 伝来して、江戸時代以降の日本史に大きな足跡を残した。特に、明治維新の思想的原動力として、大きな影響を及ぼしたと言われる。明治となっても、三宅節令が、王陽明という伝記を表して、陽明学を検証し、また陽明学に、国民道徳の基礎を求める、雑誌、陽明学や、その類似雑誌がいくつも創刊された。 日清戦争以後、明治日本に、新末の知識人が注目するようになると、すでに、中国本土では推理していた、陽明学にもが然注意が向けられるようになった。明治期、中国からの留学生が増加の一等をたどるが、そうした学生たちにも、この明治期の陽明学熱が伝わり、陽明学が、中国でも、再評価されるようになる。陽明学という呼称が、 中国に伝わったのもこの頃であった。新代に金書とされたこともあって、ほとんど忘れられていた、李拓後の、文書や、蔵書は、明治期の陽明学熱によって、中国に逆輸入されている。中国における、陽明学再評価に最も力があったのは、先に触れた、高う有の弟子、両慶長である。両慶長は1905年、上海で、 松印文書を出版するほど、陽明学を報じた、吉田松陰を称揚した。また、同時期書かれた針の、特異区間や、論史特には、井上哲次郎の、日本陽明学派の哲学の影響が見られる。こうした針の傾向は、母術政変後に、日本に亡命して移行顕著となるが、それは、彼が当時求めていた、国民国家喪失と深く関係する。 まとまりを書いた三位佐護のような中国の人々を強く結合させるためには国民精神、国民道徳が不可欠だと両慶長は考えていた。陽明学専用は国民国家の精神に注入すべくなされたものであった。こうした国民国家精神に陽明学を注入する両慶長の考えは当時の明治市長によるものが大きい。当時の日本では 王家主義の進展によって、日本の道徳倫理や武士道精神が大敗にさらされていると考えられ、それらを陽明学で再生しようとする風潮があった。これが明治期における陽明学熱の背景である。こうした風潮に、両慶長らは感化され、明治日本において陽明学の再発見、再評価したのみならず、陽明学を柱とする、 国民精神創造運動も取り込んだと言える。日本に伝わった趣旨学は、その普遍的な秩序への思考により、体制を形作る知性者に好まれた。一方、大陽明の意図に反して、陽明学には、反体制的な理論が生まれたため、反体制の側が好む場合もあり、自己の正義感にとらわれて、革命運動に定する者も、も陽明学徒に多い。 心即利が本来前提であるにもかかわらず、己の私欲、執着を領地と勘違いして、盲念を、心の本体の叫びと間違えて、行動に移してしまうと、地に足のつかない革新思考になりやすいという説もある。山田報告も、誤った理解をすると重大な間違いを犯す危険があると考えて、 朱子学を十分に理解して、朱子学と陽明学を相対化して理解ができる。門人にのみにしか陽明学を教授しなかったと言われている。江戸期の代表的な陽明学者は、中江東樹と弟子の熊沢万山である。その他、淵、岡山、中川賢祝、三輪の秀才らがいる。幕末の維新運動は、陽明学に影響を受けている。巧妙な愛人では、吉田松陰。 高杉晋作、西郷隆盛、河合嗣之助、佐久間昌山らが影響を受け、王子を平八郎の乱に代表されるように、革命運動に身を提した者も,も多い。一方、陽明学の造形の深さで、佐久間昌山と対比される備中松山藩の山田、報告は、陽明学の持つ危険性を承知した上で、弟子には先に朱子学を学ばせ。 有望な弟子にのみ、陽明学を教えた。山田報告と佐久間昭山は佐藤一斎が熟頭をしていた昭平校で学んでいる。熟長の報告に若き日の昭山が挑んだレニアの激論は熟の語り草であり、スケモンの二欠と称された。佐藤一斎は朱子学を奉ずる昭平校の儒官であり、公然と陽明学の理を主張し得なかったが、著書の 大学一家資源は、陽明学の視点で書かれたものであり、また、幕末の死史に大きく影響を与えた、今年四六には、陽明学の思想が参見される。また、一切が、中江当時を損崇していたことや、彼の門から陽明学の影響を受けた者が多数、排出していることなどから、一切が陽明学を報じていたことは明白であると、される。そのため、 洋詩院王の素知りを受けたが、その主とするところは、陽明学に存すると言える。日本における、陽明学の前世紀を、明治維新以降とする説もある。すなわち、三宅節令が1893年に刊行した、著書、王陽明を講師とする、幕末陽明学の最高運動が、王家政策の反動として公用した、国水主義や武士道の見直しの動きと結びつき、 明治後期から大正時代にかけて頂点を迎えたという見方である。この時期の主な人物として、上記の三宅節令や井上哲二郎のほか、高瀬武次郎、徳富祖宝、吉本譲る、東刑事石崎東国らがいる。当時の陽明学は、日本国民の精神収容の一環として、市政を逸脱した純粋な心情と行動力等、 投野する実践倫理として解かれる部分が大きかった。また、この頃の日本における、陽明学の再評価が、両慶長に代表される、新人留学生の目に留まり、中国での陽明学再考に、大きな影響を及ぼした。朝鮮半島の陽明学については、中2013、まぶ2011が詳しい。朝鮮半島には16世紀初めにもたらされた。 その初期に、陽明学を報じた者としては、南彦京と、利用がいる。ついで元、と、張忠氏が出て、陽明学を発展させた。元は、陽明学の立場から、朱子学の霊教的側面を批判し、また、朝鮮では、最も早く地味欲を肯定した、思想家である。張忠氏は、朱子学の知先行語を論難し、陽明学の、 治業合一を称賛した。また、陽明学の個性尊重の側面を受け継ぎ、自治、自立自主に重きを置いた学説を説いた。その後に、超ただしの影響を強く受けて、朝鮮陽明学の代表とも言える定比都市とが出た。彼は、種子の力に言論にことを唱え、李時は一体不可分であるとしまた、治業合一を称用して、実践を重視した。 当時李氏朝鮮でも朱子学は形外化しつつあったが、帝は陽明学によって儒教を再生することを唱えるに至る。しかし、朝鮮の陽明学は一貫して少数派の地位を脱しえず、本場中国以上に趣子学派から抑圧され徐々に衰退した。例えば、李博氏は伝習六弁で陽明学を厳格に批判した。 陽明学の朝鮮史における影響は日中に比して高いと言い難いが、実学や形成松室用の思想には影響が認められる。大韓帝国末期から日本統治時代には、牧院職や帝虎浩氏が陽明学を論じた。ありがとうございます。